花組公演、今回の出し物、少年レッドです。日替わり配役で主役争奪戦やってます。今回も難易度難しいで設定して、ノーコンティニュークリア目指します。はい、今、編集ができないよっていう状況でやってるので、全くロード画面とかもカットしないことをご了承ください。で、マリアで、4回目の挑戦になるかな。前回気づいたことというか、動画をちょっと見直してみて、こういう勝ち方をすればいいなというのがちょっと考えたことがあるので、基本的に戦略は変わらないんですが、ちょっとその辺も口頭で喋っていきたいと思います。テロップもちょっと今編集ができなくてつけられないのでご了承ください。主役を目指して頑張ります。作戦は山でいきます。攻撃をね、活かしたいと思います。マリアさん、手柔らかに願います。さあ、桜には今のところ無敗なので、ここも泥をつけられず勝ちたいと思います。山作戦なのに泥つけられない。いいこと言うでしょ。バカみたいだな。何言おうとしたんだっけ。マリアの、まあ、山作戦だとレベル3がマックスの攻撃になってくるんですけども、レベル3の攻撃の時の落ちる列数を数えてみたところ8列でした。で、この、8段って言った方がいいかな。このゲーム13段あるんですね。で、左から3番目が5段以上相手があるときにレベル3攻撃をすれば、とどめを刺すことが一発でできるってことですね。致命傷を与えることができるっていうのが分かりました。そう考えればレベル2も見ときゃよかったな。失敗。やべえじゃん。積み方間違っちゃった。負けんじゃない、負けんじゃない。防御しよう。防御が一応できるのがマリアのいいところだな。ちょっと焦らず、ここは導火線作りの方を優先しましょう。うん、消えたね。OKOK。焦らず防御するべき場面はレベル2で防御しましょう。レベル2で6段ぐらい今消せたよね。今ミスがきっかけでしたけど、怪我の巧妙でちょっと気づけましたね。よかったよかった。はい、赤の導火線作って、青をちょっと積んでおいて、緑の導火線作ろう、青の導火線作ろう。で、ここは黄色を処理しちゃう。わあ、処理できなかった。ちょっと押す時間がなかったな。はい、よいしょ。行き、決まる決まったね。 OK。 あー、よかった。防御を選んでよかったな。あそこミスだけどね。はい、ちょっとここ飛ばしまーす。はい、次はスミレ。マリア、手加減はしませんよ。どれ、火か、スミレの火か。攻撃力は小さいけど時のカウントが大きいから。用意はいいですか。レベル4攻撃をスミレにされたらもう結構な量のやつがそれなりの時間残るってことになるから、それは嫌だね。緑消しちゃおう。で、青の導火線をすくっていいね。紫の導火線もできたね。赤斜め消えちゃうな。まあいいや。で、緑作って、緑の導火線もいい。どうかな。黄色、ああでも真ん中残せばよかったかな。これは紫で消すしかないもんね。で、青消えて、赤の縦横。どうですか。あー、でも意味ねー。一番意味ない判断だわ。意味ないけどもう一回やるわ。点々
天丼じゃないけど、なんだ今導火線青も作ります。で、緑の黄色青の導火線いっぱいできちゃった、攻撃で、塞がれちゃったな。赤の導火線2列と思ったんですが、ちょっと塞いじゃいましたね。結果連鎖になってよかったね。で黄色ちょっとな、とどめ刺しきれないな。レベル2の熱数攻撃さえ見とけばよかったな。今の例えばやったんだけども、判断が正しいかもわかんねえもんな。で斜めで消しといて、横でもよかったけどね。何だったのレベル2、ちょっと見ておこうかな。後で見ましょう。攻撃されなくてよかった。はい、編集できないから、カットできないから飛ばしていくよ。飛ばしていくよ。飛ばすよ。マリアさん、少年レッドは譲らへんで。さあ、本物の少年レッドが対決してきました。ああ、コーラの風作戦多分一番強い。用意はいいですか？前回も喋ったような気がするけれども、コーランはちょっと戦い方を、コーランを敵に回した場合の戦い方はちょっと考えなきゃいけないんだよね。とりあえず攻撃のパラメータがちっちゃいから、あんまりとどめを刺されるみたいなことは考えなくていいかなという感じだけど、こういう風にレベル1の攻撃でサクサクとやってくるので、あんまり計画的にやろうとしてしまうとうまくいかないよっていうところだね。これ2連鎖がいけるでしょ。で、ためるよ。ちょっとここはもう崩すか、着火しておいて、うわ連鎖にならないな。導火線をちょっとむき出しだけしといて、これで2連鎖成立。赤も消しておこうか。赤も消しておいて、あ、黄色消すか。赤消した方がよかったかもしれないけど、いや。で、どうかな、攻撃しちゃおう、一回攻撃しちゃおう。で、ちょっとどうかな、計画が狂ってくれるかな。ほい、のんびりできますね。思い切ってここやろう。だからとどめを刺されないから、少しぐらい積み上がるのも警戒しなくていいんだよね、多分ね。どうだかね。赤 OK。 はあ、どうでしょう。頼む。はあ、消えてくれ消えてくれ、結構消える。 OK、 左から3番目だけでも結構消えるね。よし、頼む。もうここは思い切って今攻撃しました。動画の冒頭で喋ったように、OK、 下から5段積んでれば致命傷になるから、今4段積み上がってたので、一旦我慢すれば大丈夫だろうと思ってゆっくりやりました。よかった。悪いわね、コーラン。今回は戦闘員よ。はい、いいですね。下から5段以上積み上がってれば致命傷になるっていうのを予習しておいたので、ちょっと効果を発揮しましたね。はい、次。ああ。加減なしだぜ、マリア。はい、簡単に勝ちましょう。少年レッド争奪。攻撃型対決ですね。またかな、林作戦だな。用意はいいですか？あー、いまいちなやつだな。これでやっといて緑を消すか。あー、また緑来たな。ちょっとな、緑、あー、ちょっと整わないな。で、オッケーオッケー、ちょっと整頓できたな。整頓できて、で黄色、青、緑をずらしでやって、ここ消しちゃうか。で、黄色の、ちょっと導火線を作っておいて、
で、青、OK、いいね、これでいい。ここ紫ですか。で、緑がスーッと斜めで消えるでしょ。で、黄色が消えて、まだまだ思った以上になったな。溜めて、で、先に導火線作りやるか。ここ消すか。リベースか。ちょっともったいないな。まあいいや。あー、そんなにいけなくていい、そんなにいけなくていい、そんなにいけなくていい。無駄無駄無駄。無駄よ。別にいいけど、いいけど、そうなんだよ。今、カンナが下から2段になっちゃった状態なんだよね。ちょっと、ちょうど消えるタイミングだったから、あー、なんかもったいない感じすんな。魔法石か。まあいいや。攻撃を防いだってことでポジティブに考えましょう。火力どれぐらい今でゲージするのかな。1トンちょいか。まあ攻撃はまだ少し先でしょうけど、斜めで消しておいて、で、溜めて、紫あそこの左にちょっと積もっての処理した方がいいな。で、すると黄色が一段かませの、一列かませの導火線につけて、紫を縦に置き、で、攻撃、あ、これ勝てるね。いいね。あーでもちょうど連鎖するしな、ちょうど左から3列目がクリアになっちゃったな。あー間違った、あー操作ミスしちゃった。最悪もうリアルな桜大戦みたいな状態になったじゃん操作ミスで選択肢間違って選んじゃうってな。あ、よかったよかった。こっちもちょっと列が消えた状態だったな。 OK、 これで攻撃すれば勝てるでしょう。よかったよかった、はいはいはい、あーよかった、操作ミスが範囲にならなくてよかったわ。安心、気分的には右のカンナのたらい落ちたような状態なんだけどね、気分的にはあーよかった、負けなくて済んだ。カンナ似合ってるわよ。はい、4連勝で折り返し地点です。5戦目、折り締めだっけな。マリアさん、この私に勝てますか。さあ、ノーコンティニュークリア、まだ半分です。100両よくもな、90を半ばとしますよ。用意はいいですか。はい、じゃあ5試合目です。どうしようこれ、一旦消すか。一旦消しちゃって、紫の導火線も作りながらやるか。で、黄色の青を横に置いて、黄色置いて、黄色ここに置いて、緑を一回消しちゃおう。でもね、4色にしたら下で連鎖じゃなくて同時消しになっちゃったりとかっていうのもあるからね。まあいや、とりあえず気にせずやっていきましょう。で、緑を消しとこう。それでもうこれ着火の仕方が決まってるもんね、これだ。で、次に紫で着火するしかないか。で、もう結構消えたね。いいねいいね。で、青も斜め消えて、緑が消えれば最高だけど、そこまでいかないか。攻撃して、で、一旦この緑を処理しちゃうか。で、赤の斜め行こう。何のレベルの攻撃かな。ちょっと今見れなかったな。これは急いで消そう、急いで消そう。で、こうして、で、緑の次元爆弾セット。しゃー、攻撃来んな、攻撃来んな。あー、防御か。防御か。あー、どうすればいい。ちょっと焦ってんな。どうですか。ダメ。はい、長、指示を。で、いいね、消えるね。オッケー。で、ここを左から3番目をとりあえず、なんとか解いておこう。解いておいて、攻撃。で、少し軽くしておいて、なんとか勝てるかな、これで。どうかな。あ、黄色で、黄色落とすか。黄色落として、卵みたいに言うな。あー、これ、オッケー。よし。で、次、赤を、ここだな。して、で、次どうする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 、攻撃で、よし
しょけもうね、このちょっと切羽詰まってから冷静な判断ができればだいぶ主導権を握れますね。よかった。おお。織姫、ドクロ X はあなたに譲るわ。自分の役だからこそですね。はい、5戦目勝ちました。6戦目いきましょう。誰かな。マリア、勝負だ。はい、礼儀ですね。お、林作戦。一番攻略法わからん。用意はいいですか。林作戦の礼儀はもう一言に尽きるよね。戦況をよく見るしかないよな。どのパターンも警戒せえとしか言えないからね。どう、キングの導火線作るか、作って、キングの導火線もう一個作って、青をここに置いておくか。あー、まあ、いや緑の導火線作って、で青を、あー、しまった、まあ、いや相手スキーしたからいいかな。で、黄色、赤、で、まあいいや。どうですか。ちょっとちっちゃめのミスが続いてるけど、まあ大きな問題にならないでしょう。お、なんか導火線が、下段が結構できたね、結果的に。これはもう消してみるか。で、埋もれたような緑が見えるけれども、斜めで消して、攻撃の先手が取れたら結構違うな。でも取れなかったらちょっと厳しいね、今回は。目標補足。どうかな、連鎖にあまりならないか。まだまだ。なんかちょっとなんか、よしよしよし、これで攻撃できるでしょう。外さないわよ。さあどうかな。一応先制攻撃はできました。まあ決定打にはならないからな、これは。ゲージがたまってくるな。で、連鎖して、一応左から3番目少しスキーさせることができたな。で、どうですか？緑を横を消して、で、赤がこれで一応着火できる状態。斜めにすればよかったな。失敗したな。一個赤を上にした方が消え方が綺麗だったね。一応、あ、もう攻撃しようか。これ多分決まるでしょ。何段いく？いいって。よし！ 6 段か。6段っていうことは13が合計だから、7段以上積んでたらいけるのか。覚えた。かわいいわよ、レニー。確かに。マサエって名前で金髪っていいよね。あと2試合。作戦かな。それによるよな。ここで油断したら負けるな。用意はいいですか。レベル3は8段攻撃だから5段以上積み上がっていればいいと。で、レベル2の攻撃は6段振ってくるってことが分かったから、こっちはもう足し算で普通に行った方がいいね。残りが6段だったらもうとどめを刺すって感じだね。レベル2でも結構殺傷能力がマリアはあるね。今のレギのやつでちょっと確実に勝てる状況になったのがよかったな。やっぱあれだね、なんか当たり前だけど、実際なってみないと分かんないなっていうのが、練習すれば上手くなるっていう。今まさにちょっとそれを、はい、どうですか。フィーリングで感覚的に上手くなるんじゃなくて、ちょっとそのロジックをちゃんと考えて、今みたいなその数字だよね、何段上がってくるのかとかをちゃんと理解してやってった方が、本当に今攻撃するべきかそうじゃないかっていうのがね、判断できるからね。もちろんさっきのカンナ戦みたいに、そういかないとか、相手がパッと、連鎖で対応してくるっていう状況があるんで、勝てるじゃん。あー、そっか、1個消えたか。まあでもいいでしょう、なんとかなんとかなるかな。あー、
さすがアイリス。さすがアイリス。あれだよ、アイリスの強さは。ドーンと逆転できちゃうっていうな。全キャラでノーコンティニュークリアを目指してるから、いつかアイリスを使う場面が出てくるんですよ。で、まだその、多分アップしてないだろう、コーランとかの動画もあるんですけど、ちょっと、そういう、どう戦ったらいいかなっていう人たちを、コツを把握しないといけないからね。よいしょ。あー、溶けるかな？溶けちゃうか？溶けちゃう。これで、あー、しまった。色の配置間違えた。いや、斜めで消えるでしょ。消えて、連鎖になって、あー、溜めるか。ここは溜めるか。ちょっとこの辺からはもう狙えないね、タワーは。結構ここまで順調に出てきてたから、あんまり、どうですか？応急処置みたいな消し方しなくてもいけたんだけど、そろそろ厳しくなってきましたね。やばい、ちょっとやばいよ、ちょっとやばいよ。やばいよ、やばいよ。これで L 字で消そうか。L 字で消して、カトル。OK、今のは判断しやすかったかな。OK! 私もふーって言いたいね。アイリス、ベニトカゲ役、頑張りなさい。はい。ラストボス、1試合になりました。隠しボスは誰でしょうかね。最終決戦。私たちもお芝居に参加させてください。なるほどね。詐欺娘か。さあ、最後です。用意はいいですか？三人娘の攻撃はそれなりに強いんだけど、確か3色しか落ちてこないんだよね、時宝石が。だから、ちょっと連鎖になったりとかはするっていうのは特徴あるけど、今はあまり気にせず、同じことをいつも言いますが、先手を取りましょう、とにかく。で、攻撃されないうちに行った方がいいと思うので、お、やってくる。隙間に青が落ちてくれたら嬉しいんだけどな。そうはならないか。赤、青、黄色がその攻撃ベースでの時宝石なので、あー、しまった、消えないな。やばいな。最後の最後でちょっと山場が来てしまいましたね。頼む。どっちで行く？どっちで行く？これで行けるでしょ。防御で行く。なんだ、もしかしたら分かんないから。とにかくあれですね。多分いっぱい攻撃してくると思うから、あまり小賢しいことを考えなくていいでしょ。大丈夫よ。リセット。多分かなり来る。こうやって、ちょっとここでマリアが防御ができるってことが、いい方に効いてきたね。どうですか？あ、しまった、間違えた。マリア。化粧、リギレーサー。オッケーで、ダメで、ダメだな。どうですか？で、黄色で行って斜めの青を消して、で、ここで斜めの緑を消して、ここを消して処理しておいて、で、赤を置いて、よし、決まる。冷静に勝てますね。そうだね。そんな。よし、やりました。ノーコンティニューで難しいレベルのマリアをクリアしました。私が少年レッド役だなんて少し不安な気もしますが、精一杯頑張ります。ドクロ X。
あなたの弱点はすでに分かっているわ。覚悟しなさい。いいね。普段ドクロ X のマリアは逆の立場に。これより帝国歌劇団花組公演解決少年レッドを開演いたします。はい、エンディングです。帝都に僕がいる限り悪が栄えることはない。少年レッド参上。国際色豊かな舞台だな。外国の人ばっかり。はい、帝国歌劇団花組公演解決少年レッド、本日の出演者の紹介です。でノーコンティニュー難しいクリアできました。ぜひあと10人かな、演出家も含めてご覧ください。ご視聴ありがとうございました。花組海鮮公演。